仙台龍神会でございます。今年は甲冑はつけないでやらせていただきます。故障者がいろいろ私も始めていまして、最初に、小畑、それから小原、師範と師範代でございますが、28か条から中国落とし切り、真ん中から3つずつ中国28か条のうちの抜粋終わりました。取り手は何本かずつもらいます。
せたばかりですので、ちょっとタイミングが合わないようです。はい、それでは小畑師範、小原師範ぐらいに28箇条の抜粋、アルミのトリテナーの抜粋をしました。それでは次の2番目に六六拳と反暴術です、ね、でこれは松井久和、それから津田和也、2人にお願いします。最初六六拳、取りが松井、打つしが津田でございます。では続きまして、反暴術です、今度は反対に、鳥が津田、打つしが松井で行います。では続きまして槍術、槍を見せいたします。鳥、村上、打つし、高橋さんでございます。交互に槍やります。槍術
隙間を厚くついております。足を切って作っていきます。では取りを交代してもらいます。以外にも切るという、それを一本目鳴らしております。あっ、これも手首を切ってからついております。あっ、はい、槍を短く使う。はい、操術、互いに5本ずつお見せいたしました。はい、なぎなたも入れて、では最後に、実はの皆さんのパンフレットには5番目の馬の鼻レジ棒と陣なさ術というのがあるんですが、これは、その代わりに陣立ち術と鎧通しの方に力を入れていただきますので、また私がちょっと故障で鎖骨神経痛でできないもので申し訳ございませんが、最後に陣立ち術と鎧通し術、これ、おばたとおばらに従います。最後になります。中堅ですから、非常に柔らかな芸術の様子も入っております。刀だけのぶつけ合いだけじゃなくて、体もぶつかり合っております。はい、それでは次に鎧通し術、鎧通しを、まあ、短剣ですね、短刀、それを砦でやる方は、太刀を外します。太刀がなかった場合ということで鎧通しを使うからです。弾かれてしまったとか折れてしまったとか、そういう場合でございます。
ります。それではこれで本日は優勝会の演武を終わらせていただきます。人前に立ちたい。正面に対して、礼。